はい、本日は山沖幸彦投手ですね。阪急オリックスでね活躍されたピッチャーでございます。身長はねこの映像を見てもらっても分かるようにね高くて191センチ、まあね今でね190センチをね超えるピッチャーというのはねまあ結構ねいるんですけれども、まあ当時はね長身のピッチャーというのはねなかなか耐性しないと言われていた時代でね、まあ、珍しいっていうのもあるんですけれども、まあねそんな中でね112勝をね通算で挙げられているピッチャーでございます。山沖投手といえばねやはりね高校時代のね活躍、先発のね準優勝投手でもあるわけなんでね、その高校時代のねピッチング、甲子園でのね活躍の様子から、そしてね阪急オリックスでね活躍したピッチングまでをね本日は見ていきたいと思います。山沖投手は高知県のね出身で、地元のね高知県のね中村高校でね1977年ね春の選抜にエースとして出場しております。ではね選抜大会のねピッチングをねまずは見ていきたいと思います。こちらの映像はね選抜の決勝戦対箕島高校戦でのピッチングの様子。いきなりね先頭バッターにセーフティーバントでね内野安打を決められてねピンチを迎えるわけですね。このね大会はね私もねあの初戦ね1回戦をねたまたま見ていたんですけどね、まあね当時の印象ね大きなピッチャーやなっていうのがね、まあやっぱねこの時ってね何センチあったのかは分かりませんが、おっとここで迎えるバッターは上川誠司。ご存知の方もいらっしゃるとは思いますがね、中日ドラゴンズ、ロッテオリオンズで活躍された選手です。小柄ですけれどもなかなかいい選手ですね。さすがここ送りバントをきっちり決めてきましたね。高校時代からね上川ってセカンドだったんですね。まあ話をですね山沖の方に戻しますと、中学時代はですねバスケットボール部にね所属をされていたようなんですが、なんかねこうすぐにもね、まあ、やっぱ背が高くてやっぱ運動神経も良かったんでしょう。レギュラーになったみたいなんですけどもね、まあ、練習がきついということでねもうやめてね野球部にねこう移ったわけなんですけれどもね、まあ、活躍はできなかったわけでね、まあ高校入ったら、ね、野球はやるつもりはなかったらしいんですけれどもね、進学したこの中村高校でね、まあ、熱心に勧誘されてね入部するに至ってね、そしてね結局ねもうこの年はねこう春の選抜エースとしてね中村高校はね甲子園にね出場するまでになるのですから、そこはねすごいなって思うんですよね。そしてねこの時のね中村高校のメンバーはですね12名しかいなかったわけなんですよね。まあねあの瀬戸内のね24の瞳ということでね、ちょっとね話題にもなったことをね記憶されている方もいらっしゃるかもしれませんね。この決勝戦はね3対0でね箕島高校が勝って中村高校は準優勝に終わるんですけどもね、ここまで見ててねやはりね箕島高校ね野球がね、まあ、上手いと言ってしまえばそれまでなんですけれどもね、小技ですよね、バントとか盗塁とかね、この辺はねなかなかねやっぱこの長身ということでねこの守備とかいうのもねついてからのね攻撃だったのかもしれませんがね、なかなかそつがない野球だと言えるのではないでしょうか。結果はですね先ほども申し上げました通り3対0で箕島高校が勝ってね、こちら中村高校準優勝ということでね更新している様子ですがね、やはり2番目ですかね映ってるの山沖投手は背が高いんでねやはり目立ちますよね。そして高校を卒業後は大学へ進学することとなります。大学は東都野球リーグ専修大学へ進学。1年目はねなんとね春季リーグでねいきなりね優勝を果たすわけなんですよね。しかし翌年2年生になってからはねリーグ最下位となってね2部リーグに降格をしてしまうわけなんです。しかしねそんな中ね頑張ったことでね3年の春にはね2部でね優勝をし、入れ替え戦で国士舘大学を破って1部に復帰するわけですね。そして、ね、4年の時もね高騰してね春季リーグには優勝してね、明治神宮野球大会においてはね決勝で法政大学に敗れ準優勝に終わるという成績を残すわけですね。そしてね日米大学野球選手権大会のね日本代表にも選ばれているわけですね。通算でですね一部リーグ通算53試合に登板して22勝22敗、防御率 2.29、 232奪三振の成績を残したわけです。そして1981年のドラフト会議でね金村義明を外した阪急にね1位指名を受けて阪急ブレーブスへ入団するとなったわけでございます。プロ入り1年目は規定投球回数にも達成して7勝の成績を残し、そしてねこちらの映像にあります1983年2年目にはねなんと15勝8敗の成績を残してね一躍阪急のエース格にのし上がっていったわけでございます。そして迎えた3年目も最初は先発をやっていたんですけれども、当時のね抑えをやっていた佐藤義則がね調子が悪くてね上田監督からね佐藤義則の調子がね上がるまでねちょっとリリーフをやってくれないかということで抑えの方に回ったわけなんですね。
そしてですね、調子を落としていた佐藤はね、まあ、戻ってきたら、ね、結局先発に回っちゃってね、山脇はね、結局最後までね、リリーフ抑えをやることとなったわけですね。そしてね、こちらの映像にあります1984年日本シリーズではね、抑えとしてね、この広島相手にピッチングをしているのがこちらの映像でございます。この年は11勝8敗15セーブの成績を上げるわけですがね、山脇はやっぱりね、先発にこだわりを持っていたわけでして、このね、当時のね、ことをね、こういうふうに述べられてるんですよね。まあ、あんまりいい思い出はないと。そしてね、ここがすごいですよね。抑えだし、つまんなかったとね、言われてるんですよ。つまんなかったってね、なんかすごいね、発言だと思うんですけどね。まあ、本人がね、そうおっしゃってるからではないんですけどもね、当時ね、私見ていてもね、なんていうんですか、そんなにね、阪急ブレーブスの絶対的なね、守護神、抑えっていうね、イメージ、なんか山脇やったらなんかね、打てるんじゃないかなって、ちょっとごめんなさい、失礼ながら、そうね、思えるようなね、ピッチングだったんですよね。実際にね、防御率もね、4.16 とね、4点台ですから、ね、そこまでね、もう、なんかすごいね、絶対的守護神という感じではなかったんですよね。でもね、やっぱりね、この長身から投げ下ろすストレートはね、まあ、球速自体はね、そんなに速くないんですけどね、やっぱりね、角度があるのがね、やっぱり威力あるじゃないですか。そしてね、変化球ね、この縦の変化なんかもね、よくてね、やはりね、そのスタイルがね、この年はね、抑えでね、成功したんではないでしょうか。そして翌85年は7勝、86年はわずか1勝とね、この2年間先発とかリリーフとかね、まあ、起用法をね、一定しなかったということもありますが、ね、なかなかね、いい成績を残すことができなかったわけです。そしてね、迎えた1987年、この年はね、先発に定着してですね、なんと19勝の成績を上げ、最多勝のタイトルも取ったわけなんです。翌88年は7勝を挙げるんですけどもね、なんていうんですかね、1年良かったら1年悪い、1年活躍、1年休むというね、各年エース的な言われ方もね、当時していたのをね、思い出しました。とは言っても実動13年間でね、5回の2桁勝利、1回最多勝を取っているわけですからね、やはりね、結構ね、この当時はね、こういう最初にも言いましたけどもね、背の高いピッチャーはね、耐性しないと言われた中でね、通算ね、100勝をしてるというのはね、立派なね、成績だと私は思います。そしてね、球団が阪急からオリックスに変わりました。こちら1989年は11勝、そしてね、翌90年はね、13勝とね、2年連続2桁勝利を挙げるわけですね。その後オリックスではね、9勝、4勝、1勝、7勝というね、成績をね、残すわけなんですね。92年、93年はね、1桁のね、勝ち星なんでね、もうダメなんだとね、もう言われたりもしましたがね、94年ね、21試合でね、7勝という成績をね、やはりね、本ご本人自信に持ったのかね、その年にね、FA 権を行使してね、なんと阪神タイガースへ移籍することとなったわけでございます。そして移籍した阪神タイガースでは故障の影響でね、なんと一軍登板はなしということでね、まあ、こういったような、ね、画像しかね、残ってなかったわけなんですよね。そしてね、そのままね、こう自由契約となって現役を引退されるというわけなんです。本日は阪急オリックスで活躍された身長191センチの長身右腕、山沖幸彦投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では